サイバースペースはコンピュータやネットワーク上に構築された仮想的な空間のことを指す。サイバネティックスと空間を組み合わせた混成語で電脳空間、サイバー空間とも言う。ネットワーク上で人々が現実世界のように交流を持ったり社会的な営みを行ったりする場であることを物理的な空間に例えた言葉。SF 作品などでは コンピューターと人間の能力が結びつき、才能が開花する、オンライン世界の仮想空間のことを呼称することが多いが、実際には、インターネット環境やインターネットそのものを指すごとして、用いられる。サイバースペースという概念は、直接的には、SF 作家のウィリアム・ギブスンが1980年代に、書いた、ニューロマンサーや、クローム襲撃といった一連のサイバーパンク小説に、 由来する。ギブスンが作中で使用したことで、世界的に広まり、日本では、同シリーズの翻訳を担当した、黒丸なにより、電脳空間という日本語訳が与えられた。1990年代に、押井守や神山健治によりアニメ化された作品が、世界的に高い評価を得た、白を正しの漫画、広角機動隊」や20世紀末に、大ヒットした。 ウォシャウスキー姉妹のマトリックスなどもこの影響下にあり同じサイバースペースというコンセプトをベースにした作品である。21世紀に入りサイバースペースはビジネス面社会システム面の両方から注目されるようになった。2006年にはインターネット上の3次元の仮想世界の中でアバターが 他のアバターとチャットをしたり物を作ったりして遊ぶという仮想空間サービスセカンドライフが世界的に注目を集めた。2020年に起こったコロナ禍で物理的な接触や移動を限定する動きが広がり、なるべくコンピューターやネットワーク上の仮想空間で社会生活を維持しようとする製品やサービスの開発が促進された。 2021年には Facebook が社名をメタへと変更したことをきっかけにサイバースペースの一種であるメタバースが注目された。日本でもフィジカルな空間とサイバースペースを高度に融合させた社会システムによって社会課題の解決と経済成長を両立させようとするソサエティ5.0が国の政策として推進されるようになった。50音順に表記 ありがとうございます。